野原雄也は埼玉県越谷市出身の元プロ野球選手、野球指導者。現役時代にはベースボールチャレンジリーグの富山サンダーバーズと山、GRN サンダーバーズと NPB の阪神タイガースに所属。富山時代には富山のおかわりくんと呼ばれていた。2016年の現役引退後は2017年から2020年まで社会人、 クラブチームの OBC 高島2021年から阪神タイガースウィメンの監督を務めている。阪神時代大宮東高校から国士舘大学に進学。大学時代には股関節を故障し NPB のドラフトにはかからなかったが、プロ入りの夢を追い求めて2007年に創設された北信越ベースボールチャレンジリーグの富山サンダーバーズに入団。入団後は、 当時度チームの高知県プレイヤーとして席を置いていた宮地勝彦から指導を受けた場面が TBS テレビバースデーで紹介された。サンダーバーズでは1年目から活躍し、7月8日の新潟アルビレックス BC 戦ではリーグ初の1試合3本塁打を記録するなど打のチームである大長打戦の不動の4番として活躍した。打点は チームメイトの井ノ口雄介に及ばなかったが打率。412、14本塁打と2冠号に輝き、MVP に輝いた。このシーズンに記録した113アンダは、同じ富山のフランシスコ・ペゲロが2017年に115アンダを記録するまで、10年間に破られなかった。しかし、チームは優勝争いしたものの石川ミリオンスターズに敗北し、 野原本人も2007年ドラフト会議では指名されなかった。2年目の2008年はシーズン当初は調子が出なかったが6月に1号本塁打を放ってからは徐々に調子を上げた。本塁打こそ7本に終わったが最終的にはリーグ2位の打率368、リーグ3位の打点45を上げ不動の4番としてチームのリーグ優勝に大きく貢献。 これが評価され2年連続の MVP に輝いた。同年のドラフト会議において、阪神タイガースに育成枠1位で指名され、11月26日に仮契約した。この時の背番号は123。2009年は育成選手としてスタートしたが、ウエスタンリーグ59試合で打率。309、日本類が19打点と好調で、7月26日に、 支配下登録された。これに伴い背番号は94となった。阪神タイガー,アースにおいての育成選手からの支配下登録はアーロムバルディリスに次いで二例目、日本人選手としては初であった。8月にウエスタンリーグにおいて打率34。341、1本塁打の成績を残し8月度、水の月間 MVP を受賞した。9月9日に初めて一軍昇格。 9月12日の対横浜ベイスターズ戦で山口春から代打でプロ初安打を記録し、翌日の9月13日の試合では怪我により欠場した赤星の利弘に代わり、1番センターでスタメン出場した。2010年は3月14日の教育リーグ、対中日ドラゴンズ戦で右手首を痛め、5月に手術を受けた影響で一軍出場はなかった。この年オフに結婚を発表。 翌2011年もわずか4試合の出場で無安打に終わった。2012年は2軍では打数は少ないものの打率3863本類打、6打点の成績を残したが1軍では6月に3試合出場のみにとどまった。2軍では入団してから4年連続3割以上の打撃成績を残していたが10月2日戦力外通告を受けた。 2013年から富山サンダーバーズに選手兼任コーチとして復帰。2016年のコーチ退任を機に現役を引退した。2017年から o b g 高島の監督へ就任。就任当初はコーチが選手兼任の田中いぶきき保守しかいなかったため、選手へのコーチングも手がけていた。2020年12月3日に、 OBC 高島監督の退任と阪神球団への復帰を発表。復帰を機に阪神タイガースウィメンの初代監督へ就任した。長打力に加えて手動計測ながら50メートル走で5秒9を記録したほどの瞬速の持ち主であった。NPB タイトル表彰。ありがとうございます。